はい、ハストンご苦労さんのインタビューです。今日のテーマは、ハスの花、ハスっていう植物について、どうも地球のものでもないっていうお話がよく聞かれますが、そのあたりの真実をお伝えいただければなと思います。よろしくお願いします。ハスの花は地球外生命体の一つ、なぜ泥の中で花を咲かせることができるか、しかも綺麗な花を咲かせることができるか、そして何度も咲いては枯れ、咲いては枯れ、咲いては枯れ、咲いては枯れを繰り返しながらも育ち、綺麗な花を咲かし、せること、綺麗な花を咲かせることができるのか、そしてその水が咲かせるたびに澄んだ水になっていく、これができるのはハスの花だけなんだよ。他の花にはできないことなんだよね。だから地球外生命体なの。地球外生命体っていうものは、地球以外のところから来た生命体、名のもとに。なぜ地球外から来たのか。地球にいる者たちを浄化、そして守るためにいる存在なの。だから自分のために生きることはない。最初は自分のために生きてる。生きてきたとしてもね。最終的には自分のために生きることはしなくなる。世界中のため、地球のため、そこに生きることになる。でもそれは最後の転生者のみぞ味わえられる醍醐味だから、極少数。3% から 7% の人口しかいない。だから不特定多数の人からには、変な人とか、なんかこの人目立つけどなんだろうとか、すごく違和感を感じると思う。その人たちを見たらね。全く異なる人だから。そして、人間でないから。姿形はしてるね。それがハスの花と一緒。あれも地球外生命。人間にもそういうものがいる。姿形は人間だよね。ハスの花は地球外生命体っていうことなんですけども、ハスの花にも魂が宿っておると。いるね。その魂はもう人間を卒業しているっていう魂だけでしょうか、それともそうでないのか。卒業してる、だサポート側だから。では、ハスの花の話でしたけども、地球外生命体っていう共通ワードで、イルカも地球外生命体っていう話がありますけども、彼らは人間に何を訴えたいのでしょうか。人間に何を伝えたい。ハスはそういう様子を、泥を吸って、花を咲かせて、人間に見せますよね。そこで学びを得られる人たちが少なからずいますわね。イルカっていう存在は、地球外生命体と言われてますけど、何をメッセージとして送っておられるんでしょうか。じゃあイルカ見た時どんな感じする？癒されますね。それ。だから存在自体が癒しの。あの子たちは。
ハスの花もそうの一つ。そう、うん。まあ、地球外生命体の人間もそう。いるだけでパワースポットになるから。うん。人間じゃないか。うん。イルカたちもそう。うん。うん。